演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの47都道府県代表鳥取県牛骨ラーメンを食べたいと思います。鳥取と聞くと前に行ったことがあってその時はカニが食べた印象なのであったので、カニの印象なんです。牛骨ラーメンではないです。しかし以前の横浜ラーメンのようになんかラーメンを変に再現しようとしている複雑回帰なことになっているといえばいいのですが、どんなんだろう。はい、見た目はこんな感じですね。でもういつものことかな。ではトッピングとかもなくてシンプルな印象ですが、いただきます。家系ラーメンの時とは違ってシンプルに伝わりやすい味ですね。こういう方がいいのかもしれません。初めて聞いた名前だけど、以前食べた横浜ラーメンの複雑さがシンプルで牛骨の旨味が全面的に出ているポテトチップスでしたね。なので旨味をしっかり感じられて美味しかったですが、それだけだとちょっと物足りないかなという部分もやっぱりちょっと出てしまいましたので、こちらの点数とさせていただきます。スープだけじゃなくてお肉の味も感じたかったかな。それでは、風鈴ぞ兵士を呼ぶので警戒を。どんな戦場だよ、風鈴が鳴ってるって。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。